椅子と電車、原たみき。二人は暑い日ざかりを弱りげに歩いた。電車通りの曲がったところから別に一つの通りが開けて、そのトンネルのような街に入るとなんだか落ち着くのではあった。が、そこの街のフルーツパーラーに入って柔らかいソファーに腰掛けるとなおのこと落ち着くような気がした。で、 彼らは自分たちがまたもやいつものようにコーヒーを飲みに行くのであることを暗黙のうちに意識していた。電車や自動車の雑音はさっきから彼らの会話を妨げていた。痩せて神経質な男の方は目をイライラさせながら訳のわからぬ吐息や微笑を漏らしていた。体格のたくましい柔和な男も相手に和して時々笑いを漏らすのであった。 彼らはのんきな学生で、なんと言って取り留めもない生活を送っているのではあった。が、絶えず何かを求めようとする気持ちが、いつも彼らを落ち着かせなかった。突然、体格のたくましい男の方が相手を帰り見て、椅子が欲しいね、と言った。どうして人間は喫茶店に入りたがるのか、君は知ってるかい いスすかいと、神経質の男が答えた。そうだよ。つまり、物理的安定感ってやつを望むのだね。哲学にしろ、宗教にしろ、芸術にしろ。なんかこう、自分以外のものにすがっていると気持ちがいいからね。だから君が、あの室のような街に魅力を感じるのも、つまり精神分析的に言うと意味があるのだね。と、 入話な男は行く手をおとがいで指さしながら笑った。それから三年目のある蒸し暑い夜であった。神経質な男は入話な男の家の椅子に腰をかけていた。体格のたくましい男の方は最近細菌を持って郊外に落ち着いたのである。ちょうど袋地の一番奥の家ですぐそばには崖があった。神経質な男は 自分の腰掛けている椅子を手で撫でながら尋ねた。この椅子は気が利いてるね。なーに、ビール箱で作ったのだよ。神経質の男は自分のアパートへ帰るべく商船に乗った。開け放たれた窓から涼しい風が頬を撫でた。電車の響きに初夏の爽やかさがしきりと感じられた。 椅子もいいが、電車もいい。と、彼は無意味なことを考えた。永久に変わらない椅子と止まることのない電車なら、どちらも結構だ。